半端し経営陣の事前の想定とは真逆でアジア苦戦日本好調理由は白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎です 今回はパンパシー株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論へこばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まず、ということで、パンパシーですけれども、はい、アジア事業が苦戦ということですね。はい。で、直近1年のアジア事業のまあ業績ということで言うとですね、まあ、これは3ヶ月ごとということになりますけれども、はい、まず一番左の利益の方が6.7億で、赤字 2.3億で、0.7億億で1.2ということですよね、はい、でこれが直近1年3ヶ月ごとの利益率というふうになったときに利益率が3.1%赤字で 0.4%0.6% という数字になっています。はい、で、まあ、経営陣の分析による苦戦の理由ということなんですけれども、はい、内職需要の低迷と買い控えということですね、はいまあ、3つに分けたときに まあ内食、昼食、外食というふうに分けたときに内食っていうのはまあ例えばスーパーでですね食材を買ってきて自宅で料理して自宅で食べるまあこれが内食ですよね。で、昼食っていうのはまあ結局外でですね、例えばお惣菜ならお惣菜っていうのを買ってきてで、お家で食べるというのが昼食ということですよね。でも外食っていうのはもう完全に外で食べるということになるわけですけれどもはいま内食需要、だからスーパーとかで食材を買って 自宅で料理を作って食べる、まあ、この内食需要の低迷及びまあ物価上昇による買い控えが理由でですね、まあ、アジア事業が苦戦しているというまあ分析になっています。はい、で経営陣が考えるまあ今後の再検索ということなんですけれども非食品ですね要するに食品以外をまあ強化するということで、はいまあ、従来の食品中心の品ぞろえから都市部は観光客向けに化粧品キャラクター 商品郊外では証券ごとの商品に合わせ日用消耗品や家庭雑貨といったノンフードカテゴリーを強化するということです。はい、なので、まあ、例えばアジアのどんどんどんキというお店はです、ねまあ、基本的に食品スーパーなんですよね。だから食品が中心なんですけれども、まあ、それが苦戦しているということで食品以外の化粧品とか日用品というのをまあ強化するという再検索を出しているということです。はいで ということで、アジア事業が今後、利益成長する可能性っていうのはどうなんだということなんですけど、はい、ずばり、ないというふうに分析しています。はい、で理由としては、ですね、まあ、海外のドンキに関しては、まあ、本質的な課題っていうのは、これ、価格が高いということなんですね。だから、日本のドンキと日本以外のアジアのドンキっていうのは、ですねもう全くお店が逆になっていて、日本のドンキっていうのは、これはもう安さっていうのをまあ前面に打ち出してるわけですよね。まあ、とにかく 安いドン・キホーテというのが日本のお店の方向性コンセプトというふうになってます、はい、それに対して海外のドン・キっていうことになるとですねはっきり言ったら高いんですよねだから日本のまあ良質の品質の高い食品食材をですね、まあ 経営陣いわく合理的な価格で提供するっていうことなんですけど、現実的にはめちゃくちゃ高いということです。だからこの高いっていうところをなんとかしない限り、まあ、はっきり言ってアジアのまあドンキに関してはまあ利益成長の可能性はもうないということですね。 はい、例えばということで、まあ、アジアのドンキーですね、まあ、中心地はどこかということなんですけど、まあ、シンガポールが一番店舗数としては出てますということです、はい、ではということで、まあ、シンガポールはです、ねまあ、どんな国なのかということなんですけど、はい、シンガポールっていう国自体は人口は増加傾向の国であるということですだからもう右肩上がりでずっと人口が増えてますということですね、はい、しかしですね人口構成はかなり特殊な国なんですよねだから25 5歳以上ですね。まあそして60 9 69歳歳歳ままででの25歳以上69歳までというこの生産年齢人口はもうめちゃくちゃ熱いんですけど逆に24歳未満ということになると極端に人口の割合が少ないというかなりですねまあ人口の構成人口ピラミッドということでいうと相当いびつな形の国になっていますはいつまりですねシンガポールが増人口が増加し続けているのは何でかっていうとこれはですねまあ移民特に中国からの移民を受け入れる 入れてるということがまあ中心ということです。実際、シンガポール政府はどの国の人たちにたくさん来てください。ということをまあ指定しているわけじゃないんですよね。だからまあ基本的にはまあ経済的な条件っていうのがクリアできるかどうかということになるので、まあ、どの国に対しても同じ条件で。まあ、結局移民っていうのを受け入れてるんですけど、まあ、そう考えるとまあ人口の割合ですよね。まあ、例えば地球の80億人と言った時にまあ、1番はインド2番目は中国でですよね。で中国も14億人と。いう ということで日本の10倍以上人口がいるわけですから、まあ、しかも地理的にシンガポールと中国っていうのは近いので、だからまあ中国から結果的にはシンガポールにまあたくさん移民が移ってきてるということですよね、まあ、この分がまあ結局人口の増加につながってるということです。まあ、決してなんかこう少子化対策がうまくいってるとかそういうことではなくて、まあ、日本は移民の受け入れに相当消極的ですけど、シンガポールは移民を受け入れてる、だからまあシンガポールは人口が増加しているということです。 はい、なので、まあ、まず子供が少ないんですよね、もう25歳未満は極端に人口の構成割合が少ないという国になっています、はい、だからまあ子供はまず少ないですということですよね、で専業主婦も少ないんですね。 なので、まあ、基本的にはシンガポールに移ってくる女性っていうのはですね、まあ、大抵はまあ共働きです、はい。だから夫婦共に働いてるということですね。だからまあ専業主婦っていうえ人たちは少ないということです。はい、ということであれば、まあ、男性も働いてもる、女性も働いてる。で、まあ、結局、例えば移民の理由っていうのはいろいろあるわけですけど、まあ、例えば政治上の理由でまあ移民してきてる。要するに中国っていうのは、良くも悪くも共産党の一党独 国とということなので、まあ、結構自由が制限されてるんですよ、ね、だからまあ例えばインターネットだったとしても、まあ、見れるサイトと見れないサイトっていうことで結構国に管理されているのでだからまあある程度所得に余裕があるとかもしくは資産に余裕があるということであれば、まあ、そ,のその管理っていうのを嫌ってですねだからまあ結局、まあ、例えば香港だとかもしくはシンガポールとかにですね、まあ、結局移民してくるということですねだからまあちょ一番直近で言うと、まあ、例えばコロナっていうのがあったわけですけれども コロナでですね、まあ、香港も結局中国の中国政府の指示命令でですねロックダウン都市封鎖っていうのがあったんですよねだからそれを結局嫌って中国のまあ所得が多いもしくは資産が多いまあ豊かな人たち富裕層は香港から例えばシンガポールという形でまあ移民してきたっていう人たちもいますだから基本的には中国の人たちで移民するってなると香港またはシンガポールっていう選択肢になりやすいんですけどコロナの時は香港の人たちが結局シンガポール シンガポールに移民してきたというそういう流れっていうのもありましたということですだから政治上の理由がつ理由で例えば移民してくるっていう場合があるということですよねあとは経済的な理由で単純にシンガポールっていうのはですね法人税が17%ということで税率が低いということがあって節税っていうのを一番ですねメリットっていうふうに考えてですね移民してくる例えばその投資っていうことに関して言うと基本的に税金がかからないということになるので投資に 関してのです、ねまあ、税金がかからない、まあ、そして普通に事業をやった場合の法人税が17%ということで、まあ、経済的に節税っていうのが理由で、まあ、結局、シンガポールに移ってくるとか、まあ、そういった人たちっていうのがすごく多いんですよね。 なので、基本的にはですね、まあ、所得が多い、もしくは資産が多い。で、まあ、男性、女性ともに働いてます。で、専業主婦は少ない。だから、自宅で料理っていうのはあまり作らないということなんですね。でも、所得が多いので、結果的にはですね、外食比率っていうのが異常に高いという、まあ、そういう特徴がある国になってます。はい。だからですね、まあ、シンガポールっていう国は、まあ、外食が異常に充実してるんですよね。はい。なので、まあ、例えば、ま 屋内のフードコートっていうのはまあもちろん充実してるんですけれども、屋外のフードコートですよね、現地ではホーカーというふうに呼ばれている場所ですけど、この屋外フードコート、ホーカーもまあ猛烈に充実してるということです。だからものすごいたくさん数がですね、このフードコートっていうのが屋内、屋外に両方あるということです。はいしかもということで、5ドルですよね、これはシンガポールドルということになります。米ドドルルルとシンガポールドルはですねまあ別の 為替ということになりますけれどもまあ、1ドルまあ、シン1シンガポールドルっていうのがだいたい111円ぐらいなのでだからまあ5シンガポールドルっていうのはまあ今の日本円でするとだいたい約555円ぐらいなんですよねでまあ1食ぐらい食べられますということですはい。でも屋内に比べて屋外のフードコートの方がまあより安いんですよねだからもう本当に安いのは3ドルとか3ドル4ドルぐらいで食べられるまあ屋外のフードコートホーカーもあったりするということです はい、だから、すごくです、ねまあ、外食っていうのがまあ充実してるんですよね。<laughs> なので、まあ、内食需要が低迷してるっていうのは、これは一時的なことではないということです。何かまあ今一時的に何らかの理由で、まあ、例えば物価上昇とか、そういう一時的な理由で内食がですね、まあ、結局充実してないえ、低迷してるということじゃないということです。これは構造的にですね、まあ、内食っていうのは少なくてもシンガポールとかっていう国で言うならば、はっきり言ったらそんなに盛り上がる、まあ、国、地域じゃないということです。はい。でもし 外食っていうことでであれば、まあ、1食ですね、まあ、も,もちろん価格はピンキリですけれども、まあ、本当に屋外の安いとこだったら3ドルぐらいからですよね、だから333円ぐらいからですよね。はいでまあ、例えばまあ10ドルですよね、まあ、だから1100円ぐらいの間っていうので、まあ、相当充実して、ですね、まあ、結構おいしい料理っていうのをお腹いっぱい食べることができるということで、まあ、例えばまあ1つの目安として1食後シンガポールドルでまあ食べることができるのに、1食の食材に、 5シンガポーーールルドル以上をスーパでーで買ううかということいこすもう調理が終わっている食べることができる、まあ、はっきり言ったらそのプロが作ってくれているご飯をその場で外で5シンガポールドルで食べられるのにわざわざその料理をする前の食材を1食分5シンガポールドル以上を払うかということなんですけどこれはもう払わないということですよね使うはずがないということです。 外でで食べて帰っっったた方がはっきり言ったら合理的とということです繰り返しになるんですけどシンガポールは子供が少なくて子育て世帯っていうのが割合としては日本よりもさらに少ないんですよねだから子供のために健康最重視っていうことであればまた別なんですけどシンガポールの場合は男性女性が共働きで子供が少ないだから単身世帯とか夫婦のみとかそういう世帯が割合としては多いんですよだから結構お金のため経済のため仕事のためビジネスのため に移民してきててきるっいいう人たちが多いのでだったらもう自分1人がわざわざ自分のために料理をするかもしくは子供がいない、まあ、夫婦単独世帯のために、まあ、料理を食材を買ってきて料理をするかっていった時に、まあ、しないんですよね日本に比べたら圧倒的に。 だったら、もう5ドル、6ドルぐらいでですね、外でご飯食べてきた方が、はっきり言ったら合理的ということですよね。でもそれでもやっぱり家でご飯を食べる、まあ、っていうことで、スーパーで食材を買って内食するっていうことであれば、まあ、やっぱり食材っていうのはまあ安ければ安い方がいいということですよね。だから5ドルでご飯が外で食べられるのに、5ドル以上を食材を買うのに使うかって言ったら、まあ普通は使わないということです。はい。っていうこととになると、まあ日本 日本の商品を売ってるんですよね基本的にはアジアのドンドンドン,ドンキーっていうお店は日本の商品っていうのをはっきり言ったら輸入してでそれで結局アジアシンガポールで売ってるということになるんですけれども日本の商品がも物によってはですね3倍以上高いということなんですよね、はい。例えば1カップ麺が8シンガポールドルとかで売っていたりするんですよ。要するにお湯を入れてですね3分とか5分待って食べるような そういうういいカップ麺っていうのが8 888シンガポールドルド約円とかで売っていたりすするんですよも、ね、この金額だったら日本だったらラーメン屋さんで普通にプロの、ね、職人さんが作ってくれた美味しいラーメンを食べることができるぐらいの価格ですよね。それがカップ麺でこの価格がついていたりするということなんですけど。 1>, 1カップ麺が8シンガポールドルとか誰が買うかということですよねまあ、すぐ目の前に5ドルぐらいでめちゃくちゃ美味しい中華料理とかが食べることができるのになんでお湯を入れて食べるカップ麺が8ドルとかで売ってるんだと買うはずがないということですはい、シンガポールにはですねまあ、輸入関税っていうのがまあないんですよね厳密には4品目だけが輸入関税っていうのがかかってるんですけどその4品目っていうのは全部ビールアルコールなの んですよだから普通に野菜とか果物とか、まあ、そ,それ以外の食材ということであると基本的に関税かかってないんですね。だ関税なしで結局日本からシンガポールはまあ結局輸入するっていうことができるという状況になってます。はい、なぜそんなに高くなるのということですね。はい、でもちろんですね、まあ、輸送費の分日本より高くなるっていうのはこれは理解できますということですよね。だ商品は日本の商品ですと。で日本で買うのとシンガポールで買うのと。シンガポールの 方が高いですとなんでですかえそれは日本からシンガポールに輸送するのに輸送費がかかるだからそのプラス輸送費分ぐらいっていうことであれば高くなるっていうのはまあ理解できますということですよねはいしかしですねまあ、最大の問題っていうのは日本のスーパーとかコンビニだったら当たり前にできるっていることがアジアのドンキ法廷はで、まあ、どんどんドンキは全くできてないんですねだから日本の商品が日本でよりも2倍3倍みたいなもう 本当ににありえなないいいいいぐらい高い状態になっっててしまってるととうことです、はい、だからまあ輸送費の分高くなったとしても、ちょっとその輸送費プラスっていうのでは考えられないぐらい高いということですよね。でそれなんでですか、日本のスーパーとかコンビニだったら、当たり前にやれてる、当たり前のことがえアジアのどんどんどん期はできてないからということです。 例えばということで、経費削減ということで言うならば、もうこれは在庫管理ですよね。はい。だからもう在庫管理がまあ甘ければ甘いだけ、結局経費がどん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 増えてしまうということです。はい。まあ、言うまでもなく、在庫っていうのは、まあ在庫、罪のものということですよね。はい。すなわち、在庫っていうのは、まあ例えば在庫を保管する場所の土地代が無駄ですよねと。と保管するための倉庫代が無駄ですよねと。と在庫のえ管理のための機械設備が無駄ですよねと。と在庫管理 に当たる人件費が無駄ですよねと。と棚卸し業務で無駄ですよねと。と経理処理で無駄ですよねと。と在庫劣化に伴う修繕で無駄ですよねと。と廃棄にかかる作業で無駄ですよね。ということで、もう本当に在庫っていうのはもう無駄の塊なんですよね。はい。だからこそもう在庫は絶対的な悪ということです。だから小売業からすると、もう在庫っていうのは基本的に持ってはいけないわけですよね。もう持つということであれば、もう在庫の回転日数っていうのを極 限までゼロに近づけていくだから在庫の回転日数っていうのを、まあ、例えば10日、5日、3日、2日、1日みたいな感じでどん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 短くし続けないといけないということです。はい、でもし例えば15坪から30坪ぐらいでやっている、まあ、日本のコンビニということであればお店に並べることができる商品がまあ限られてるわけですよね。だからもうその本当にはっきり言ったらまあ狭いお店の中にえ結局商品を並べてそれで売るっていうコン コンビニの小売業ということであればじゃあ、どの商品をどれだけの数並べるのかという、その単品ごとの管理、単品管理っていうのは、これはもう基本だということですよね。だから、売れない商品を結局、並べるだけのお店の広さっていうのがないわけですよ。だから、狭いので、だからもう本当に売れるものしか並べることができないんですよね。だったら、この商品はどれぐらいの間隔で売れてる、売れてないっていうのを1品ごとに管理するっていうのは、日本のコンビニだったら、これはもう 当たり前とということです、はい、すなわちということで単品ごとに需要予測っていうのを正確にやるということですよねだからまあ明日とかで今週はこれぐらいの商品がこれですね、まあ、実際に売れるということですよねもうその需要予測っていうのをできるだけ正確にやるということがもう本当に商売の基本中の基本になってますということですで実際回転が悪くなったという商品であればもう仕入れないということですよねでまた明日 また明日本当によく売れそうなものっていうのにどん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 その限られたまあ棚のスペースっていうのを生かして商品は入れ替えていきますということです、はい、しかしですねアジアのドンキっていうのはま生地広い面積でお店を構えているがゆえにまず多品種なんですよねだからめちゃくちゃゃく日本のの商品っていうのが一体 いいっぱいでですすね品種ととしては並んでますとで一品一品がめちゃくちゃ量がですね陳列されてますということで多品種大量陳列なんですねだから売れ筋のものだけじゃなくて売れないものもいっぱい並べているのでまあ在庫の山ができているということですはいそうするとその在庫ですよねまあ例えば在庫っていうのは最終的には例えば生鮮食品だとかお惣菜っていうことであればまあ消費期限賞味期限とかっていうのがあるわけですからまあ廃棄しないといけないと いうことになったりするのでだからまあ罪のですね、まあ、在庫がお店の利益っていうのをまあどん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 奪い続けてしまうということです、はい、はっきり言ってですね、まあ、在庫を最小化しましょうとでそのことによってまあ無駄な経費をかけない経費を最小化しましょうそれでまあ結局利益が出たということであれば商品価格を下げていきましょうというのはもう小売業の基本中の木ということですよねでこの基本中の木がはっきり言ったら海外ドンキは全然できてないと。 いうことです、はい、だからですね、まあ、例えば競合の京安店ですよね。日本の京安店って言ったら、これはドン・キホーテなわけですよ。だから日本のドン・キホーテっていうのは安さを売りにしてるんですけど、海外のアジアのですね、ドン・ドン・ドン・キはですね、まあ、逆にも圧倒的に高いんですよね、他のお店に比べて。だから逆に現地のですね、まあ、シンガポールならシンガポールには京安店っていうのがあるわけですよ。スーパーチープというふうにもう直球で勝負してるっていう、まあ、そういうですね、まあ、小売店っていう のもあるんですよねでそうした時きに、まあ、圧倒的に負けてますということです、はい、65セントということなので、まあ、日本円にして、まあ、72円とかで売ってたりするんですよこれ下手すると日本のスーパーよりも安いんじゃないのっていうぐらいのお店をですねどんどんどん木が入っている全く同じショッピングモールのテナント店で別に入ってるわけですよ本当に徒歩ですね、まあ、3分5分ぐらいの距離にこういう競合店が出てるわけ で,すよで、すよでめちゃ,ちゃくちゃたくさん買えるわけですよね。1個65セント、1個72円とかで売っているような競合店があるので、じゃあどっちで買いますかって言ったら、基本的には安い方で買うということですよね。つまり、アジアのどんどんどんきは圧倒的に負けるということです、はい。大事なことなんで3回ということで、安いのが好きっていうのは全世界共通だということです。安いのが好きっていうのは、これ、全世界共通ということですね。安いのが好きだ っていうのはこれ全世界共通だということです。はい、にもかかわらず、競合よりも圧倒的に高い価格で商品提供していながら内地需,需要の低迷と物価上昇による買い控えっていうのが理由でアジアが苦戦してますというまあこの分析は、検討違いも甚だしいということです。本質的な問題と全然違うようなまあ分析っていうのをですね結局、投資家向けに開示してしまっているということです。はい そううじゃないということとこですちゃんと売れてるお店は競合にはいっぱいありますということです。 はい。しかも、今後に関して言うと、非食品ですよね。だから食品が売れ行きが鈍い、アジアが苦戦してます。代わりに化粧品とか日用品っていうのを強化していきますっていうのをまた打ち出してしまってるんですけども、はい。もうこれは断言して絶対うまくいかないということですね。はい。で、なぜかっていうと、まあ、化粧品とか日用品にはですね、アジアに対して、まあ、例えば東南アジアとかシンガポールとかっていうところで、日本ブランドっていうのがないんですね。うんだから 日本の化粧品はいい、えー、化粧品なんだとか日本の日用品はすごくいい日用品なんだっていうそのブランドっていうのがないんですよだからうまくいかないということです、はい、例えば東南アジアで圧倒的に強いシンガポールで圧倒的に強い、まあ、そういう日本ブランドっていうのがあるものもあるんですね例えば自動車はこれは日本はめちゃくちゃ強いですめちゃくちゃ強いですはい韓国よりも全然強いんです世界一番強いののが、まあ、日本の自動車って 言言っても過言じゃないですだからまあ圧倒的に走ってる台数で言えばトヨタがもう1位なんですね。だからシンガポールとか東南アジアはトヨタの車っていっぱい走ってるんですよ。まあそれだから日本の自動車、トヨタの自動車はいいっていうブランドがあるんですね。うん、とかあとはゲームって言った時にもうこれ圧倒的に任天堂とソニーは強いです。強いです。はい。だからもうゲーム機といえばまあ例えばマイクロソフトの XBOX じゃなくて任天堂のスイッチとかソニーの PlayStation5 が売ってるし、まあそれに対しての全面的な 広告ってていうのも出てます、はい、それからアニメって言ったときは、ドラゴンボールとワンピース、もこれ2大巨頭ですね。めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いです。まあ、いろんな小売店でドラゴンボールに関するグッズだとか、ワンピースに関するグッズっていうのは売ってます。はい、あとは日本食ですね。これも強いです。強いです。はい、だから、寿司ですね、天ぷら、ラーメン、焼肉、この3 4つに関しては、はっきり言ったらですね、まあ、た例えばフードコートの、まあ、例えば5ドルの3倍ですよね。例えば15 ドルぐらいいいでで全然勝負しててますす、はい、お,お客さんも入ってるととうことですだから、安い中華料理だったら5ドルぐらいで食べれるのに、あえて3倍の15ドルをかけて、寿司とか天ぷらとかラーメンとか焼肉っていうのを食べてるということですよね。鉄板焼きとかもものすごい人気があります。はい、だから、こういった日本ブランドっていうのが存在してる商品とかっていう、もしくは企業とかもあるんですね。 はい。で、まあ、日本食に関しては、まあ、例えば、まず健康的だと。日本食イコール健康的だっていうイメージがすごくあるんですよ。で、日本食っていうのは、まあ、美味しいというえ印象もあります。あとは、日本食っていうのは、すごく繊細に作られてると。例えば、まあ、塩、ョウの加減だとか、醤油の加減だとか、味噌の加減だとか、まあ、そういう本当に、まあ、それこそさじ1杯分の、まあ、繊細な、まあ、味付けの違いとかですよね。まあ、それこそ味の素だったりとかですよね。あとは、その盛り付けの、 まあ美しささ綺麗さ、まあ、そういう繊細さみたいなのもやっぱり日本食は特徴があるのでだからアジアの人シンガポールの人はわざわざ高い日本食っていうのを食べるというところはありますだから日本食は強いんですよブランドになってるということです、はい、しかしですね日本,日本にブランドがないものもあるんですよね例えば化粧品っていうのはこれは日本はブランドはないです少なくてもアジアとか東南アジアシンガポールではないんですよだからシンガ、えー のの商品ととかっていいうのはほとんど見ないです実際は、うん、圧倒的にフランスのロレアルとかあとアメリカニューヨーク系列のまあ化粧品会社のまあ商品っていうのが強いということです、まあ、強いて言うならば後世セの積成とかっていうブランドはまあたまに見ますけれども、まあ、圧倒的にはっきり言ったフランスのロレアルの方がまあ棚は抑えてます、はい、そして日用品ですよねこれは本当に極端ですけど日本,日,用日本の日用品って言ったらもう花王が5割ぐらいシェア持っていたりするんですけど 東南アジアとかシンガポールのスーパーとかですねもしくは日用雑貨店で花王の商品っていうのは棚の面積めちゃめちゃ狭いんですよ。あ 圧倒的にアメリカの P&G が棚をもうほぼ独占的に抑えています。はい。だからもうアメリカの P&G またはもう東南アジアの現地企業の商品、プライベートブランドっていうのが棚を抑えてて、まあ、日本の顔はすごくえ、日本市場では5割ぐらいシェアを持ってて強いですけど、アジア、東南アジア、シンガポールではもうほぼ無名と言っても過言ではないぐらいブランドになってないということです。 はいでまあ、アジアのドンキっていうのは、強みがある日本食で伸びてないんですよね、要するに利益成長してないわけですよ。はい、日本食っていうのは、まあ、それだけで一応有利っていうか、アドバンテージあるんです、アドバンテージがある日本食で伸びてないのに、でこれから強みがない化粧品とか日用品で勝負しようとしてるんですかと、絶対伸びないということです。ここれもも分かかかりきっっててるととといいいうううですね、はい、にもかかわらず、まあ、非食品のの強化な再を してしまってるということですね。はい、そうではなくてまあ、日本食中心だったとしても、まだやれることは無限にあるでしょということです。はい、例えばということで、まあ、スーパーの肝っていうのはいかに店内のお客様に計画外の商品も買い物カゴに入れていただくことができるかっていうのが、もう最大の勝負なんですよね。うん、例えばまあ分かりやすい。例でまあ、マクドナルドって、基本的にはハンバーガーを食べに行くっていうイメージなわけですよ。 でもハンバーガー単体だったらはっきり言ってマクドナルドって全然利益出ないですよね。だけどまあ結局ハンバーガーだけじゃなくて例えばポテトはいかがですかでポテトを頼んでいただくでお飲み物はもう一緒にいかがですかお飲み物も一緒に頼んでいただくでハンバーガーポテトお飲み物でセットでいかがですかって言って初めてその利益率がめちゃくちゃ高い飲み物分で利益を出す。まあそれがハンバーガーですよね。でそれと一緒でスーパーって基本的に食品並んでる食品 っていうのは結構やっぱり原価率が高いのでなかなか利益が出ないわけですよ。ってなった時にお客様が例えば一人一人の消費者主婦層がですね例えばお買い物リストみたいなのを作ってスーパーにお買い物に行きますで本当に計画通りの食材だけを買ってお会計をしてしされた場合っていうのははっきり言ってスーパーとしてはもう利益を出しようがないわけですよね。 なので、利益を出すためには、そのお買い物リストに載ってない計画外の商品っていうのを買っていただくっていうことがすごく勝負になるわけですよ。だから、プラスいくつ、プラスいくつっていうことで、いかにその計画してなかった商品までお買い物をしていただくことができるかということです。だからネットスーパーっていうのはやっぱりどうやったってきついんですよね。ネットスーパーははっきり言って成功しないんですよ。例えばアマゾンっていう企業がありますけど、アマゾンっていう企業はネット でで、まあ、基本的に物を売ってるわけですよねでアメリカだけ黒字で、あとはヨー,ヨーロッパ、日本、全部赤字ですよね。だからアマゾンっていう企業は、アメリカの、まあ、結局ネット通販と、あとクラウドだけが利益が出てて、ヨーロッパとか日本っていうのは、ものすごい流通総額、ものすごい売り上,上げ上げてるのに、全く利益が出てない、むしろ赤字ということです。なんでですかえそれはネットだとお客様がすごい冷静なので、無駄な買い物しないんですよね。うん、だからものすごくシビア なわけですよだから自分が本当に必要だと欲しいというものを最初,的最初から計画的に思ったものだけをまあ お買い物されるのでだからまあネットスーパーだったら基本的にはまあ利益を出しようがないんですよねところがリアル店舗のスーパーということになるとそれが違うわけですよお客様は確かにまあじゃあ今日はこれを買いに行こうお米買いに行こうパンを買いに行こうですよねで買いに行くわけですでもお店の中に入ったらそのお買い物リストに載ってない計画外のものっていうのも買う ですよねでその割合っていうのは結構高いんですよだから結局そのお,お客様が買う5割から下手すると6割ぐらいっていうのは計画外のスーパーに入ったお店の中に入ったからこそ結果的には買ったっていうその商品の割合っていうのが5割から多い場合は6割ぐらいあるわけですだから結局スーパーで利益が出せるかスーパー経営で成功できるかどうかっていうのはその計画外の商品をどれだけ1個でも多く買い物カゴに 入れていただくことができるかっていうのが勝負なんですねで、そこが ちゃんとできなければ、まあ、スーパーっていうのははっきり言ってものすごく事業としては難しいので、だからまあ成功しようがないということです。だからスーパーの肝はいかに店内のお客様に計画外の商品も買い物かごに入れていただくことができるかということです。はい。だから入り口のかごですよね。まあ、もっと取りやすくしなければならないということです。探さないと見つからないようなところに、まあ、本当になんか物置みたいな感じで置いてるっていうのは話になんないということです。極論 うん、はっきり言ってア,メア,アジアのドンドンドンキは高いんで価格勝負できないんですよ。だったらもうね、すごく接客態度がいい従業員さんを1人買い物かごのところに立っ 立たせてですねもういらっしゃいませみたいなまあそのこっちのまあえ中国語なり英語なりでまあようこそいらっしゃいましたいらっしゃいませみたいな感じで笑顔で接客態度のいいまあ従業員さんっていうのを一人ですねもうはっきり言って入り口に立たせて接客っていう形で買い物カゴをもうた手渡ししてもいいぐらいということですなんでかっていうとアジアのドンキっていうのはドンドンキっていうのは高いんでお客様が手ぶらなんですよカゴを持ってないんですねだからウィンドウショッピング的な本当になんか両手で持てる ぐらいのものもしか買わないっていう、まあ、そういう特徴があるので客単価とか買い上げ点数を増やしようがないんですよねでカゴを持っていただくことができれば人間の心理として真空を嫌うっていう心理が働くので全く何も入ってないカゴっていうような,なんか居心地が悪いんですよだからカゴを持っていただくことができればじゃあ自分が持ったカゴつまり真空に何か物を入れて埋めようというふうに な心理が働くので圧倒的に買いい上上上げ点数っていうのがががるるんんででですすよよね客単価上がるんですよでもアジアのどんどんどんキは高いんでお客様がカゴを握らないんですよ。カゴがすごく場所が見にくい分かりにくいっていうのもあるんですけど結構本当になんかねどうしてもここじゃないと手に入らないとか例えば納豆とかですよねそういうものを買うみたいな感じになってしまっているのでまずは入り口のカゴを取りやすくするそしてもう声を かけてでもでもすね声をかけてでも、かごを手渡すとかっていうことをやっていかないと、まあ、はっきり言って、業績は全然変わっていかないということです。最終的なレジは人がいらないんですよ、うん。特にシンガポールってキャッシュレスの世界なので、だからもうみんなですね、もう全然現金で買い物するっていう習慣があんまないんですね。だからセルフレジでいいんですよ。で、セルフレジで使い方がわからない方をサポートするための従業員さんが一人いれば十分で、基本的にレジはもうセルフレジでいいんですよ。だったら まあレジに2人、3人いるぐらいだったら、ゴをまあどうぞってねおお、いらっしゃいませっていう形でカゴを渡していくっていう、そういう人をまあいいあの配置した方がいいぐらい、本当にまずお客様にまずカゴを持ってもらうっていうところからやっていくっていうことがすごく大事ということです。だから10人にまあ例えばカゴを進めて、1人でも2人でも持っていただければ、もう確実に買い上げ点数が増えて客単価が上がるんですよね。こ、ま、こ、あ、こうういいいったととととからもうとにからにくでできててなすそし 入り口が高単価の果物なんだということですよねこれはお店側は分かりますよお店側は分かりますはい、めちゃくちゃ高いんで果物が もう日本円で何千円とかっていう形で売ってるんで、その、ま、例えば何千円のイチゴとか、何千円の梨とかっていうのを買っていただければ、それは利益率が高い。お店の理由はわかります。お店都合はわかります。なんでお客様にめちゃくちゃ高い商品を入り口でドーンと見せるんだということですよね。で、そのドンドンドンキの目の前のアイスクリーム屋さんとかっていうのは、1ドルのアイスクリームっていうのを全面的に押してるわけですよ。当たり前ですよね。1ドルの一番安い アイスクリームをまずは手に取っていただいて、興味関心持ってもらって、それ以外の商品っていうのも、興味関心があるお客様に買っていただくっていうのは商売の原理原則であり、アジアのどんどんどん期は、めちゃめちゃ高い高級果物をいきなり全面的に押してるわけですよ。だからまずお店に入りにくいし、それを買うっていうお客様はすごい少ないということです。もちろん買っていただければ利益率が高いんですけど、はっきり言って集客のための商品としては全く不適切。 とということです、はい、それからお客様が買い物しやすいようにもう棚と商品を陳列ということですよねいわゆる客動線みたいなのを全然設計してないということです、はい、だからすごいだからこれは日本のコンビニ業界とかだったら本当に15坪とか30坪ぐらいですごく面積が狭いんでじゃあお客様が右利きのお客様がどういう形で歩いたら一番商品が買いやすいのかじゃあ一番売れ筋はどこに置いて いた方が一番客動線が長くなって買い上げ点数が最大化し客単価が最大化するかっていうのをめちゃめちゃ緻密に設計して買い物しやすいようにまあ結局まレイアウトしてるわけですよでそれがま結局どんどんどんきの場合はまお店が広いっていうのに甘えてるのか何なのかわかんないですけどめちゃめちゃ買い物がしにくいということですあしまった買い忘れたって言ったとしてももうその戻るのがすごい大変だったりしてあもうあんなにねと戻るのがめんどくさいんだったらもういいかっていう よううなな感じでで全然客動線がまあはっきりてて設計されいいということこすもっともっとお客様が買いやすいようにまあレイアウトとか棚とか商品の陳列の仕方っていくらでも工夫することができるということです。はい、それから信じられないんですけどイベントコーナーみたいなのが本当に少ないんですよね。 日本だったら、例えば1ヶ月に1回とか、下手すると2週間に1回ぐらい、まあなんかスーパーの中にイベントコーナーみたいなのがあるわけですよ。例えば今だったらお花見シーズンなので、お花見シーズンに対してこれはどうですかみたいな。そういうイベントイベントごとに、まあはっきりとお店の方が提案していくわけですよね。で、それで結局お客様が最初はお米を買いに来た、パンを買いに来た、あ、だけど、あ、そうか。お花見シーズンだなということで、あ、例えばこの食材も美味しそうだとか、この 飲み物も美味しそううだということいこで例えばお弁当のおかずっていう形でもう一品もう一品っていう風に買ってくださったりするということが起きるわけですよね。まあそれで買い上げ点数がどん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 増えていって客単価が上がっていく。でその分でまあスーパーっていうのは利益を出していくということなんですけどシンガポールはそれが本当にできてないんですよね。うん、だからう本当にもうなんか年中固定に近いみたいな感じでもうここは食材コーナーですえ。ここはお菓子のコーナーです。みたいな感じで全然工夫が行われてないんです で、シンガポールって実は正月が4回あるんですね。シンガポールってお正月が4回あるんですよ。だから1月1日は、これはだからヨーロッパ系の、まさにお正月、ハッピーニューイヤーですよね。で、これが1月1日ということです。今度は中華系のお正月、いわゆる春節というのがあるわけです。だから春節っていうのは、はっきり言ったらシンガポールの中では一番消費を最大化する可能性もある、まあお正月ということですよね。うん、だから春節っていう、まあすごいビッグイベント。 ともありますすとということですそれからですね、マレー系のお正月っていうのもあるんですよね。でこれは上から4番目のですね、ハリラヤプス・プアサという、まあ風に書いてるんですけど、要するに断食明けということです。はい、まあ、結局、マレーシアっていう国はイスラム教が多いので、イスラム教っていうのはまあ毎年毎年ラマダンと呼ばれている断食をするんですよね。だから 日中は断食。まあ、もしご飯を食べるっていうんだったら夜以降だけという、まあそういうラマダンっていう断食があるわけですよね。で、その断食の明けた時っていうのは、いわゆるマレー系のまあお正月ということで、祝日になってるんですよね。まあ今年だったら4月10日ということになるわけです。で、そうすると、今まで日中に断食してたわけですから、まあ、食に対してのまあ欲求っていうのは非常に高まってるわけですよ。で、しかもはっきり言ったら祝日になってるわけですから、まあお祝いみたいな感じでお正月になるわけです。 わけですよね、でそこに何らかのイベントっていうビッグイベントが存在してるのにアジアのドンドンドンキはそれに対して何も手を打ってないわけですよイベントコーナーがないんですね、はい、そして、まあ、シンガポールの4番目のお正月っていうことであればですね、まあ、これは下から2番目ということになりますけれども光の祭典10月31日ということで、まあ、これはインドのお正月ということになるんですねでそうすると当然シンガポールは国民の休日っていうことで祝日になってるんですねだからシンガポールもイベントはあるんです ああるるんんでですすよお正月が4回もあるんですねでその度にお祝いして豪華なご飯を食べたいおご豪華な、ね、ごちそうを食べたいっていう需要あるんですよただアジアのどんどんどんきに関してはそれを放置してしまってるんですね全然いつもと同じように食品食材お惣菜お菓子飲み物みたいなのを普通にですね、まあ、レイアウトも変えずイベントコーナーも設置せずに、まあ、売り続けてしまってるということですよねもうこれ知的な怠慢としか言いようがない とということです、はい、それからお惣菜っていうのはこれ非常に日本独特っていうところがあって現地の,です、ね、このシンガポールとか中華系のスーパーだったらお惣菜ってあんまり見ないんですねでも日本のスーパーって結構お惣菜っていうのは有名だったりなおかつ日本食っていうのははっきり言って美味しいのでだからお惣菜で勝負するっていうのをもっと前面に押すっていう工夫もできるわけです、はい、そうした時に スーパーの中でお惣菜のあらり率っていうのはこれ食品とか日用品のまあ約2倍ぐらいあるんですね。まあ、もちろんお店によって違いますけれども、まあ、お惣菜だけはですね、まあ、はっきり言ったら47%ぐらい売り上げから原価を引いたあらりっていうのはあったりするんですよ。だからまあお惣菜っていうのは結構やっぱりそのお店の人が実際調理するっていう付加価値が大きいので、だから利益率も高いんですね。でしかも日本食っていうのははっきり言ったらまあアドバンテージもあるので、だからもっとお惣菜っていうのを全面 的に押す、まあ、はっきり言って入り口に高級な果物を全面的に押すぐらいだったらよっぽどお惣菜で勝負した方がはっきり言ったらまあ利益は伸びやすいということです。あとはまあとにかく試食を促すとこれ現地の中華系のです、ね、スーパーやってるんですよちゃんと新商品が出たらですね、まあ、結局どうですかどうですかっていう形で、まあ、日本と同じように試食っていうのを促すっていうことをやってるんですけどどんどんのんきやってないんですよなんでやらないんだということですよね。あとはまあ例えば日用品を売りたい というこであとは、これは日本のスーパーでやってるところとやってないところってありますけど、例えばやってるところはあるんですよね。まあ、どっちかってっうと、東京都心のスーパーはあんまりやってなくて、地方の郊外店がやってるっていうようなところが多いですけど、タイムセールですよね。いわゆるそのお店の人がマイクを握って、ですね、まあ、はっきり言ったらその時間っていうのを最大限盛り上げるということをやるわけですよね。はい、まもなく3時になりますみたいな。3時になったらなんととかかコーナーナの,なんとかの 特売が15分限定で始まりまりすお客様お見逃しなくみたいな感じで、まあ、お店の人がマイク握ってめっちゃその,その時間帯っていうのを盛り上げるわけですよでそれによって、まあ、結局その時間だけ何らかお客様にとってすごく得な、まあ、例えばその時間限定の値下げがあるとか時間限定でなんかおまけがつくとかですよね、まあ、そういうなんかタイムセールみたいなのっていうのを実施するとこれ確実に買い上げ点数増えるんですよね増えるんですよ、うん なので、そういったことをやるっていう工夫もあるのに、ま、全然やってないということです。あとは、レジ並びのお客様。も最後、自分の中でお買い物終わりました。じゃあ、レジをします。だけど、レジをするのに並んでます。その時に、日本のスーパーだったら、レジの前に必ず棚があるんですよね。そこに何が並べてあるとかっていうのは、お店次第ということになりますけど、例えば、ガムが並んでいたりとか、そういったことっていうのがあるわけですよ。そうすると、それって結構売れるんですよね。それこそ10人に1人とか、20人に1人。 一人のお客様は最後買う予定なかったんだけどレジに並んでる間に目の前に映ったそのガムとかお菓子とかっていうのをもう一品追加でカゴに入れていくて。 入れれててくださるわけですよそれってもうお店かららしたら単純ににもう本当に利益が増えるんですよねお客様が予定してなかったお買い物をさらにしてくださっているわけですから。だからポテトいかがですかお飲み物いかがですかっていうのをまあ結局もう自動でまあお客様が顔に追加してくださるわけですから、それってやっぱり明らかに買い上げ点数が上がるし、客単価上がるんですよ。日本のスーパーだったらそれって当たり前にやれてるのに、こっちのアジアのドンキは全然できてないということです。はい。 結局ですね、まあ、商売っていうのは、これ、ビザが大差なんですね。うん、だから、ビザ、ビザ、ビザの積み重ねが結果的に大差につながるということです。はい。すなわちですね、まあ、利益をわずか10%減らしてしまうような要素っていうのが、7つあっただけで、利益は半分未満になっちゃうんですよ。だから、これを例えば、ちゃんとやってないから利益が10%減っちゃう。これをちゃんとやってないから利益が10%減っちゃう。これをちゃんとやってないから利益が 10%, 減っ,っ益が10減っちゃう。それが たった7項目あるだけで、利益って半分になっちゃうということです。はい、逆にですね、利益をわずか10%増やす要素があったらですね、それを8つあっただけで、はい、利益っていうのはこれ2倍以上になるんですよね。これをやりました。だったら、それをやらなかった時よりも利益が10%増えました。これを今までちゃんとできてませんでした。それをちゃんとやるようにしました。そしたら、そのことで利益が10%増えました。それを8つ集めただけで、 利益っていいううのは2倍以上になるということこです、はい、だから商売っていうのはこれビサが大差なんですねだからこれを例えば本当にポップの書き方だとかイベントコーナーを設置するだとかそれこそマイクパフォーマンスでタイムセールをしてお店の中を盛り上げるとか1個1個がもし利益を10%ずつ増やしてくれるならばそれを8つやったら利益が2倍になるんですようんそれが商売なんですよねだからビサが大差になりますということです、はい、なので を10%減らしましまょうとだからもっと単品管理しっかりやって、今までよりも在庫を10%減らしましょうと、かごをお客様が持ってないんで、だから10人に1人ですね、な何らかのまだもっと分かりやすい目立つ場所に置,い置くとか、もしくはもうはっきりとそこでまあ挨拶代わりに店員さんに、かごをですね、いらっしゃいます、いらっしゃいますでっていう形で、かごを手渡しをさせるとか、とにかく今まで持ってなかったお客様の10%の方がかごを持ってくださるようになりました。 でとかですねあともう一品っていうのを増やしていただくっていうのを10人中1人のお客様にそれを実践していただくことができましたとかっていう形で 10%10%10% 10 10っていう改善をやっていくと アジアのですねまあ結局、鈍器はまだやれることが無限にありますということです。だからまあ利益2倍、3倍なんていうのは、本当に現場の改善努力だけで全然やれるということです。だからわざわざ化粧品とか日用品を強化しなかったとしても、食品スーパーとしてやれること無限にあって、それ全然やれてないということです。だかかららパパンパシの経営ははでですすねもう現場ももっと学ばんととと学ばないといけないといいいけうことですあまりにも現 現状分析がトンチンカンだし再検索がトンチンカンすぎるということですねはい、もっとお客様の立場になってお客様は別にどんどんどんきり買い物しなくていいんですよそうそ納豆みたいなもうそこでしか売ってないもの以外は別にですね外食でもいいし他の強安店でもいいんですよいくらでもお店はあるし選択肢あるんでだからまずは改善できるところをとにかくどんどん改善してですねもう現場単位でですね本当にちゃんと改善 して利益率を上げるということをやらない限り、まはっきり言ったら、パンパシのですね、ま海外部門というのは伸びない、アジア部門は伸びないということです。はい、最もですね、まパンパシの経営陣の事前の想定とは真逆で、アジアは苦戦してるんですよね。で逆に日本は好調なんですよ。これは経営陣の経営計画とは逆です。 完全に逆の状況が起きてます。はい。経営人はなんであドン・キホーテっていう会社をパン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスにしたかって言ったら、日本はこれからダメになるっていう想定があったんですよね。それはもちろん日本の総人口が減少して、日本はですね、まあ、結局デフレの会社会なので、人口は総,総人口は減少してます。で、まあ、結局円安で仕入れ単価は上がってしまいます。で、デフレです。なので、日本はどんどんどん,どん厳しいって っていう,ふうに思ってたわけですよだからその上場企業として利益成長し続けるためにはだったらもうアジアに出るしかないということでパンパシフィックですよね。環太平洋ということで太平洋を取り巻くような形で日本、アメリカ、東南アジア、アジアっていう形で結局アジアっていうのをどん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 盛んにしてそっちの方で売り上げとか利益っていうのを成長させていこうっていうそういう考え方だったわけです。だからドン・キホーテをパンパシフィックインターナショナルホールディングスにしたんですよね。でも実際起きてること 逆なんですよ実際起きてることは逆なんですね。アジアはもう大苦戦してるわけです、はい。逆に日本は好調なんですよね。だから日本の分で結局数字がいいということが起きてるということです。はい、じゃあなんで日本好調なんですかということでまずは一つは円安ですということですよね。でこれはまあはっきり言った仕入れ単価が上がってしまうという意味ではマイナスなんですけど観光客ということに関して言うとこれはプラスなんですよね。 だからまず円安ですと。で、日韓関係が良くなってますということで、まあ、結局、まあですね、日本に来てくださる一番多い観光客ってこれは韓国なんですよね。まあ当たり前で距離的に一番近いからということです。はい、そうすると、まあ政治の関係で、まあ日韓関係が悪いときっていうのは、韓国の観光客が減っちゃうわけですよね。でも今、日韓関係いいんですよ。まあそれは、韓国の現在の大統領が、日本のファンなんですよね。で日本のドラマとか、日本のアニメとかっていうのを、すごくこう、大統領になる前 に見てた、えー、ね。だからか日本に対して非常に好意的な人が今韓国の大統領を務めているということで、まあ、日韓関係がすごく良くなってますということですよね。あと日中関係は日韓関係ほどは良、えー、くなってますませんけど少なくても悪い状態が改善に向かっているということです。だからまあ例えば昨年2023年にまあね一、えー、年ぶり以上にまあ結局習近平国家主席とまあ、日本の岸えー、岸田内閣総理大臣がまあ、直接でですねまあ1時間の会見をえー、会談を、えー、持つことが できたとか、という形で、すごくこう日韓関係ほど圧倒的に良くなっているわけじゃないですけど、悪い状態がまあ良くな,ってきなりつつある、改善の方向に向かっているということですよね。こういったことがいろいろ複数重なって、観光客によるまあ免税売り上げというのがこれが増加してますということです。観光客というのは、これはまあ最大は韓国からということですよね。だからまあ結局、ドンキに買い物に来てくださるまあえ観光客の3人に1人は韓国ということです。そして 増収の7割、結局、日本事業っていうのが好調なんですけれども、増収した要因のその増収の7割は免税売上げ、つまり観光客の方々が買ってくださっている分が増収になっているということです。 はい、ちなみにということで、ドンキが観光客から人気である理由の一つということであると、はい、Google 検索で日本のお土産が買える場所として有名だったからということです。だから観光客の人が、じゃあお土産として日本らしいものを買って帰ると言ったときに、ドンキで買えるということで、まあ、お土産物屋さんとしてドンキが人気だということですよね。だから観光客に人気で、観光客の人たちが来てくれれば来てくれるだけ、お土産っていう形でドンキで買ってくれる。 てくださるという状況になっていいるととうことです、はい、なので、まあ、パンパシはですね日本が好調なんですよねまあだから本当に経営計画と真逆のことが起きてるということなんですけど、まあ、結果的にはまあ結果往来みたいな感じで会社全体が好調という業績数字になってます、はい、であればまあ業績好調の間っていうのはですねまあ時価総額はこれはもう下がりようがないということですよね、まあ、結果的にはもう会社全体の数字っていうふうに見た時はパンパシ好調が続いてますから,だ,からだったら まその数字が好調の間、ま時価総額が下がる理由っていうのは特にないということです。はい、横ばい以上で推移するということですね。 はい。よって、パンパシをまとめていくと、はい、パンパシはまずですね、まあ、伸びるというふうに想定していたアジアは逆に大苦戦していますということですね。アジアは苦戦で現役ということです。はい。まず経営陣に,によるまあ現状分析が甘すぎるということです。本質的な課題に全くメスが入ってませんということです。はい。今後も期待できないということですよね。何が本質的な問題なのかが分かってなければ、当然解決策も、も全く的外れになるので、だから、まあ、 今から日用品とか化粧品に力を入れたところで絶対数字は改善しないということです。はい。そしてま日本は逆に好調ですということですよね。はい。まあ、観光客が増加して免税売上っていうのが大きく増えてますということです。はい。結果的にはま結果往来みたいな形になっていて会社全体の業績数字っていうのは好調なので、まこの業績好調が続く限りはですね、ま企業価値時価総額は下がらないということです。株価は横ばい以上で分え推移するというふうに分析しています。 はい、株式市場は短期では単なる人気投票期、しかし長期だと価値測定期ということで、はい、パンパシ、今後の株価はですね、4043円近辺で横ばいというふうに予想します。 はい。ということで、今回はパンパシー株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。はい。もし今回の動画ですね、あなたの、役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録ですね。で、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。はい。またはですね、まあ、XQTwitter の方もですね、まあ、えー、フォローしていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。そして、 最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい。2点目です。はい。AI 革命2.0ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、まあ、AI 革命 2.0とといいいう価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を